ナギ、ナギ。どうして話さないんだよ、ナギッチ。リックン、どうする気だ。どこに連れて行くんですか。発作を起こしてるんです。無理をさせな。車から離れて、下がってください。みんな。七瀬さん、七瀬さん。ナギ答えろよ。なんで日本語喋らないんだ。なんか言ってくれよ。車から離れろ。うるせえ。リクをどうする気だ。ドアを開けろ。リクを返せ。犬丸さん。ドアから手を離せ。あ、よせ。お前大丈夫か。ああ。よくもミッキーを。玉木くん。やめろって。あいつ銃持って。ミナミ？ミナミどこ行くんだ。六夜さん。六夜さん、桜さんは、桜さんには会えたんですか？今更、血相を変えて。桜さんは無事なんですか？暗号に気づいても春樹を助けようとせずに、私を笑っていたのはお前だろう。被害者ぶらないでください。元凶はあなたのくせに。日本語で話せ、ナギ。お前の言うことなら、どんな言葉でも聞いてやるから。ナギ、リクの手帳に。診断書が入ってる。必要な薬もリクが携帯してるはずだ。リクを助けてくれるつもりなんだろう。そうだな、ナギ。リクのこと、頼んだぞ。わかりました。二階堂さん、勝手なこと。リク、大丈夫か、リク。イチ、犬丸、ドアから手を離せ。大丈夫だ。何が大丈夫なんだよ。ナギは俺たちのメンバーだ。大丈夫に決まってんだろ。いいから道を開けろ。わかった。お前らリクに何かしてみろ。何者だろうと、ぶちのめしてやるからな。あ、七瀬さん。ありがとうございます。
車行っちゃった。リック、ナギッチ、ナギ、リク、すみません、私のせいで。ナギ殿下、こんなことになるなら何もしなければよかった。ハルキア、大切なメンバー、誰かを傷つけることになってしまうのなら何も望まなければよかった。日本に行かなければ、出会わなければ、大丈夫だよナギ。よかった、ナギに会えて。私が何もしなければ。泣かないで、車に乗せてくれてありがとう。ナギ殿下はノースメイヤに必要です。ですが、何か成し遂げた人が何もしなければよかったと後悔するようなことに私は手を貸しているのですか。マネージャー、みんなもホテルに戻っていてください。ダメ元で宮殿に訪ねて行ってみます。俺たちも一緒に。ダメだ、危ないから。タクシー呼びよ。さっきの喫茶店で待ってて。マネージャー、よろしくお願いします。失礼します。俺たちもタクシーを呼んで待とう。ミナミ、電話頼めるか。ミナミ、大丈夫か。あ、はい、わかりました。わかった。大丈夫でしょうか、七瀬さん、ロクヤさんも。ナギ君が一緒なら病気のフォローは心配ないはずだ。国で一番いいお医者さんに見せてくれるはずだよ。ただいま、イスミンとトイレ行ってきた。
四つ葉から大体の話聞いたよ。なあ、南。なんです。あいつ、六夜はなんて言ったんだ？さっきノースメイヤの言葉で話してただろ。あいにくの天気ですねと。嘘つくなよ。そんな会話してる雰囲気じゃなかった。暗号に気づかなかった自分を笑っていたくせに、今さら血相を変えるのかと。手厳しいな。ミナ自身も言ってたことだ。言われても仕方ない。落ち込むなよ。落ち込んでいません。ナギらしくないな。多分さくらはるきが見つかってないんだろう。日本語も話さなかったし。きっと困ってんだ。俺たちが助けてやんなきゃ。ミツ、あいつが何か言ってくれたら安心できたけど、言葉がない分不安になるけど、言わなくたってわかる。俺たちはちゃんとわかってる。きっとファンのみんなも同じ気持ちで待ってる。はっきりした言葉や約束がなくたって、俺たちは通じ合ってる。同じものを願ってるはずだってわかる。一緒にやってきた仲間だから。ああ、そうだな。俺たちの手で必ず助けよう。ひとまずこの後俺たちは泊まる予定のホテルに行く。あんたらの宿泊場所を教えろよ。協力してくださるんですか？俺たちも桜春樹を探してるんだ。なあ、九条天の弟のことだけど、あいつ病気なの？うん。四葉さん、りっくん病気持ってっけど、ナギッチのために頑張ってきたんだ。だから発作収まってっか心配。そっか。ライバルグループのセンターにペラペラ極秘情報を喋らないでくださいよ。だってクラスメートじゃん。言わねえよな、イスミ。言ったら漏らしたことバラすからな。漏らしてないってば。でもそっか、二人に無事会えるといいな。何ですか急に心配したふりをして私たちを懐柔するつもりですか？イオリ、疑ったって当然でしょう。この人たちはトリガーのステージを面白半分で邪魔したんですよ。
大坂さんも簡単に信用しないでください。彼らはつくもの所属アイドルです。どんな妨害をされるかわからない。でも、病気の人を心配して会いたいっていう気持ちは誰にでもあると思うよ。君が陸君を心配するようにズールや夏目さんはさくらさんを心配してる。そうじゃなきゃここにいないよ。利害が一致してるなら情報を共有し合ってもいいんじゃないかな。お互いの目的のために。別に信用しなくたっていいよ。俺だって俺なんか信用できないし。無事に会えるといいなって言ったのは、毒矢を追いかけるさっきのあんたたちに昔の自分をちょっと思い出したからさ。昔の自分？振り返らない相手を必死に追いかけた。なんで、どうしてって。俺は報われなかったけど、あんたたちはうまくいけばいいなって。はあ、店の中は暖かいな。ここでコーヒーを飲んでいこう。はい。